どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら恐竜の仮想だるま使っていこうと思います。これハロウィン恐竜武器なんですけど、ハロウィン恐竜ね、もうキャラじゃなくて武器が最強なんですよね。実況チーム HP2 つ、雲耐性、スキルブース、闇コンボ強化持ちで、まあ、スキルが3ターン属性、吸収76マス2ターンヘイスト持ってるんですが、何が強いかっていうと、これスキブと闇コンボ強化増えたんですよね。闇コンボ強化も闇属性編成なら間違いなく強いですし、何よりスキルブースついちゃったんですよ。あのスキブ実況チーム HP2 個はどう考えても強いし、しかも雲耐性に闇コンボ強化もあって、もうなんか呪術廻戦系の編成ともすごい相性がいいし、そもそも多色パーティーにぶち込んだりしてもまあ強いんですね。まあで、今日は果たしてじゃあ恐竜は本当に強いのか、そして確定薬を買う価値があるのかについてちょっとね話していければなと思います。はい。でですね、ちょっとまず恐竜武器について話す上で絶対みんなにね、あの知っておいてほしい武器があって、まあこのね恐竜武器確かにめっちゃ強いんですけど、それとすごい似ている武器でアークベルザ武器というのが存在します。でですね、これ、まあ、コストには大きな差があって、アークベルザはフェスゲンキャラクターということで、しかもね、あのゼルクレアと同様のね新キャラ、新フェスゲンですから、まあ、単純に入手難易度がめちゃくちゃ高いですよね。しかも多分持ってる人も基本的にはキャラで使ってることも多いと思いますので、やはりですね、あの非常にアークベルザ強いキャラではありますが、実際なかなかゲットするのは難しいですよね。それに対して恐竜は3600円で入手できますので、間違えた、2400円、ね、ごめん、2400円で入手できますので、まあ、入手の難易度の差はかなりでかい割に2400円で買えるのがすごい強いですね。で、恐竜が実況チーム HP2 つ、雲耐性、スキビ、闇コンボ強化なんですが、それに対してアークベルザは悪魔タイプ付与、スキルブースト2つ、チーム HP2 個、実況を持ってくれています。まあ、なので、まあ、恐竜とアークベルザには大きな差が1つありまして、なんと恐竜の方はスキルブーストが1個しかない視点で、もう言うならアークベルザよりもやっぱスキブ1少ないっていう問題点があるんですよね。アークベルザは実況チーム HP2 個、スキブ2個、悪魔タイプ付与なんで、結局恐竜ってスキルブーストが1個アークベルザより低いんですよ。まあ、これが大欠点なんですね。それに対してもだからアークベルザはスキルブーストでは優位に立てると。でも逆に恐竜の強い点はやっぱりまず一つは雲耐性持ってくれてますと。雲耐性持ってくれてるので、まあ、単純に編成として運用はしやすいっすよね。結構雲耐性武器つけるってなると意外と縛り増えたりするので、まあ、リーダーフレとかにアシストしておいてあげて、雲耐性を恐竜一人で補えるっていうのはリーダーとかにアシストしておいてあげてね、フレンドとかね、その火力枠に雲耐性武器をつけれるっていうのはかなりでかいポイントなんですね。で、さらにもう一個、闇コンボ強化持ってるじゃないですか。やっぱこれはね、やっぱでかいんですよね。闇コンボ強化って、だって考えてみてほしいんですけど、闇コンボ強化1個で闇属性の火力って 20% だったかな、確かそんぐらい上がるんですよね。合ってる、 30% だっけ、闇コンボ強化は 30% か。そう考えると、その闇コンボ強化1個で編成のその火力っていうのはめちゃくちゃ上がるので、その恩恵が超でかいわけですよ。そう、めちゃめちゃでかい、超絶でかいのね、闇コンボ強化1個って。だからこそ闇属性編成で使う分にはアークベルザよりもパーティーの火力を底上げできる恐竜の方が強いという状況になるんですね。もうこれがすごい大きな違いですね。そう、なのでアークベルザはスキルブースト2個あるのが偉い、でも逆に言えばそれが全てで、それに対して恐竜っていうのは雲耐性と闇コンボ強化が増える代わりにスキルブーストが1個減ってしまうという問題点があるという感じでね、すごいね、これはね、あの使い分けになるんですが、まあ、でもすごく似ている武器2体となっております。まあ、実際アークベルザと恐竜ってね、まあ比較対象になるようなすごい性能が似ている2人なんで、そう、なんていうの、単純にそのどっちが強いかっていう話になるキャラたちなんで、まあ、だからこそね、まず最初にちょっと恐竜とアークベルザを比較したんですけど、まあただやっぱりね、このフェスゲンの限定キャラのアークベルザとすごい似ている性能を持っていて、しかも2400円で確定ゲットできるっていうだけでもかなり強いですね。さらに言えば恐竜って実はこの武器じゃなくてキャラの方もまあ意外と強くて、これ実況5つインのカゴ持ちにできて1万5000倍出せる上にね、さらにスキルも5ターンダメージ軽減、2ターン属性吸収無効、全員の攻撃力2倍が5ターンで使えます。最近じゃ軽減ループとして使う場面はあまりなくなってきてはいますが、それでもやっぱ言うてキャラの方も結構強いからね、まあ、キャラも強くて、しかも武器もアークベルザと似ている性能を持っていて、
で、恐竜のこの武器の方もね、今回強化もらいましたからね、回復悪魔キラーに泥鏡5つに闇列3つということで強化もらってますので、そういう意味ではキャラも武器もね、すごい面白い性能にはなっているかなと思います。はい。なんで、まあ、当然ながら恐竜武器に関してはもちろんアークビルドに比べるとスキル1個減るとかっていう問題点はありますが、それ以上に雲耐性とさらに闇コンボ強化も増えているので、まあ、めちゃくちゃ強い武器になってるかなと思います。で、次に2400円の確定薬は買うべき、そしてガチャで狙う武器みたいな問題点が、ね、出てくると思うんですよね。結局恐竜持ってる人からしたらもうすごい強くなったから良かったねって終わりの話なんだけど、こっからが問題点で、じゃあ果たして恐竜武器こんだけ強いけど買うべきなんていう話をしていこうと思います。まあ、これに関してはもうある程度答えは決まってて、結論から言いますと、僕的にはそこまで無理して買いに行く必要はないと思ってます。はい。確かに恐竜武器ってすごい強いんですが、これ実は逆に言えばもう武器でしか使わないんですね。もう本当に武器専用で、なおかつ、まあ、10強チーム HP2 つ、雲、スキビ、闇コンボ強化強いんですけど、言うても必須キャラかと言われれば、意外とアークベルザ武器いたらそこまで必須でもないし、で今の環境でスキブと10ちょっとこっち調べるか、図鑑で調べるけど、スキブと10強とチーム HP2 個持ってる武器って結構増えてきてるんですよね、今の環境。実はこんな感じ、ミサカミコトともうアークベルザがいて、さらに恐竜という感じになっていて、まあ、この流れで増えてきてるんだったら、まあ言うならそろそろですね、もっと強い武器が出る可能性とか、まあ、同等ぐらいの武器が出る可能性は結構あると思うんですね。なので確かに恐竜武器って喉から手が出るほど欲しい武器ですし、すごい強いんで、もちろん取れるなら2100円払える方はね、買ってほしいんですよ。2100円払える方は買ってほしいけど、まあ、金欠な人とかね、今ちょっとデジモンコラボに石温存しておきたいなとか思ってる人っていうのは、意外と焦って買う必要ないんじゃないかなと思ってます。まあ、少なくともコラボ、イベント期間がハロウィンってめっちゃ長くて10月の末まであるんですよ。10月31日まであるイベントで、わざわざそんな前半からぶっ飛ばしてハロウィンキャラ買う必要って全くなくて、まあ、言うならね、その10月を楽しみたいから買うとかだったら全然いいと思いますし、テンプレが組めるようになるから買うとかも全然ありやと思いますけども、確かに武器めちゃくちゃ強いけど、まあ、この武器のために2100円もう今の環境で払う価値があるかと言われれば、実はもう意外となかったりするのかなと思います。そうだから、お金に余裕がある人はぜひ買ってほしいんですけど、マジで金欠な人はそこまで無理せずにスルーしててもいいかなと思います。あとさらに言えば、ガチャで狙うに関してはもう論外ですね。ガチャでは絶対に狙わないでください。こういうキャラクターは欲しければもう確定枠買って終わりで、確定枠買えないんだったらもうガチャもスルーした方がいいと思います。まあ、そのぐらいこういうキャラって、あの普通にガチャで引こうと思うとクソ沼だしね、シーズン系ってガチャゴミなんで、まあ、なんで恐竜欲しい人はね、ぜひ確定買うかね、検討してほしいし、テンプレ組めるとかだったら買ってもいいと思うけど、ユーコロのおすすめ的には月末まで待った方がいいと思いますし、さらに言えば結構買うのもったいないなと思ってます。はい。僕だったら、まあ賞味金なかったら僕買わないですね。すごい強い武器の一つではありますが、結局アークベルザ持ってたりしたら全然代用できますしね。まあ、なんでぜひともですね、そういうのも視野に入れて購入検討してみてください。まあ、ただ間違いなくで、ね、武器としてはめっちゃ強いので、お金に余裕がある人はね、必ずゲットするようにしてあげてください。じゃあチャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。